さんこんにちは。インターン生の小森文正です。今回は歴代でも屈指の難易度を誇るモンスターハンター 4G について話そうと思います。モンスターハンター 4G は 3DS 用ソフトとして2014年10月11日に発売された前作のモンスターハンター4の拡張版です。モンハン4で新しい武器種として総中棍チャージアクセが追加され、全14種の武器やモンスターに乗って攻撃チャンスを増やす乗りアクションの追加に、特別な武器が手に入るレベル制のギルドクエストがあり、 4G でそれらのバランス調整や G級の追加、ギルドクエストのレベル上限増加などボリュームがさらに増していきました。そんな 4G ですが、なぜ歴代屈指の難易度と言われるのか。それは新要素であるモンスターの極限化とギルドクエスト、そして本作品のラスボスにあります。まずモンスターの極限化とは、モンハン4で追加された要素の一つにモンスターの恐竜化というモンスターの特殊状態があるのですが、極限化はそのさらに上位の特殊状態となります。この極限化したモンスターは特定の場所以外への攻撃を大きく軽減し、麻痺や罠などを一切無効化するという非常に厄介な状態です。特定の方法で解除することもできますが、一定時間で復活してしまうので非常に難易度が高い相手となります。別の要素であるギルドクエストでは、ここでしか手に入らない強力な武器があるのですが、レベルが上がるにつれてモンスターのステータスが上昇し、最高レベルでは通常クエストやイベントクエスト以上の難易度に変貌します。またこのギルドクエストでも高ステータスの極限化モンスターが出現するため、クリアするだけでも非常に難しいです。強力な武器を手に入れるためにこのギルドクエストを何度もやらなければならないので、最高効率プレイが求められていくようになりました。そしてモンスターハンターシリーズにはラスボスと呼ばれる立ち位置のモンスターがいるのですが、今作のラスボスは体が非常に大きいため攻撃範囲が広く、攻撃力もとても高いため少しでも攻撃を受けただけで致命傷となります。さらにモンスターの HP が減少するとハンターの攻撃が届かないほどの上空に飛行し、一方的に強力な攻撃を放ってくるとても厄介な攻撃をしてきます。地上に落とす方法はありますが、一度失敗してしまうとしばらくは落とすことができないので非常に難しいモンスターになります。このように本作品はモンハンに自信がある人向けの作品となっています。腕に自信のある方はぜひプレイしてみてください。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。